ケベックシティはカナダケベック州にある都市、同州の州都であり、州内ではモントリオールに次いで人口が多い。2016年の調査によると人口は53万1902人で、大都市圏内では80万296人である。セントローレンス川がダイヤモンド岬と対岸のレビトに接近した地点で狭まっていることから、先住民アルゴン金属の言葉で、 川が狭くなっているところを意味するケベックという名前になった。市内の旧市街はメキシコ以北では現存する唯一の城郭都市となっており、1985年にユネスコの世界遺産にケベック旧市街の歴史地区として登録された。1608年に設立されており、北米内で最も古い歴史を持つ都市の一つでもある。 アメリカ文化の影響が強い北米でフランス語圏に当たり、公用語がフランス語、かつ人々の生活様式や文化の面で、フランス文化が強いという独自性を放つ。ケベック州との区別から一般に、ケベックシティ、またはビルドケベックと呼ばれる。フランス語では、ケベック州は、ル・クイベック、ケベックシティを単にクイベックと呼び、区別している。 サミュエル・ド・サンプラン1534年から3度に渡り、フランス国王フランソワ一斉に派遣されたジャック・カルティエがステダコナに入植を試みたが、当初はうまくいかなかった。一方で、ヨーロッパの漁業関係者がカナダで副業として、毛皮の取引を行っていたことから、フランスは毛皮取引の占有権を持ち、カナダに植民地を建てた。1600年、 ピエール・ド・ショバン・ガタ・ドゥ・サックに、毛皮の交易所を建て、後に占有権を得たピエール・デュ・グアが、開拓移民団を連れて、カナダへ向かった。この一行に、地理学者のサミュエル・ド・シャンプランがいた。彼らの開拓した植民地は、ヌーベル・フランスと呼ばれることになる。アビタシオン彼らはまずアカディアに入り、その後、ゲンノバスコシア州西部のポートロイヤルにも入植したが、不発に終わった。 1608年、一行は、ケベックに、アビタシオンと呼ばれる木造の建築物を作り、そこを公益所とした。ヌーベルフランスの父とも呼ばれた、シャンプランは、植民地をめぐる様々な問題に取り組み、奥地への探検を奨励した。その一人が、白人として初めて、ペンシルベニア州を横断し、スペリオルコを発見したチエンヌブルレである。 シャンプラン自身も1609年にシャンプランコを発見した。一方で、キリスト教の布教が行われ、17世紀半ばには人口の4分の1はイエズス会の神父やウルスラ会の二層といった聖職者だった。毛皮貿易は一部の非合法者の問題を抱えながらも大いに栄え、後に女性も入職してきて家庭を営む人々が増えた。 水路などのインフラストラクチャー整備も行われ、農作物の生産も増大した。北米植民地戦争も参照フランスが、ケベックの開拓と発展に勤しんでいた、ほぼ同じ時期、イギリスも北米で植民地建設に力を入れていた。オランダを追い出した後、ハドソンガー経由で毛皮貿易を行っており、ヌーベルフランスにとって脅威であった。特に、 アカディアやニューハンドランドをめぐっての対立が激しくなり、やがてヨーロッパでの二国間の構想が植民地に飛び火するようになって、1754年、ジョージ・ワシントンがヌーベル・フランスを攻撃し、その後ヨーロッパの7年戦争が波及する形で、北米での英物の衝突が起こった。特に、イギリスで、ウィリアム・ピットが政権を握った頃から、戦況はイギリスに有利に進み、 1758年にイギリス海軍はフランスを海上封鎖して、ルイブール要塞に壊滅的な打撃を与えた後、1759年にはアブラハム平原の戦いで勝利を収め、ついにヌーベルフランスはイギリスの統治下に置かれることとなった。北米植民地での英仏の戦いはフレンチ・インディアン戦争とも呼ばれる。ケベックの戦い。 ケベックの戦いも参照イギリス植民地となったケベックに今度はアメリカ独立戦争の革命軍が押し寄せた。ケベックはアメリカから大陸会議で革命参加を呼びかけられたが応じず、ついに翌1775年独立戦争の口火が切られた。革命軍はモントリオールに続いてケベックにも攻め入ったが長期の戦いと平坦不足に加え、 1775年12月31日の戦いで司令官のリチャード・モント・ゴメリーが戦死した上にイギリス艦隊のケベック接近で革命軍は撤退せざるを得なかった。米英の対決はその後も続き、結果として独立を良しとしないアメリカのロイヤリストがカナダに移住してきた。その後イギリス系ロイヤリスト中心のアッパーカナダ、 ケベックを含むフランス系中心のロワー,ーカナダに分かれていき、ケベックはロワー,ーカナダの首都となった。1793年、革命後のフランスとイギリスの間で再び戦火が起こり、1812年にはカナダとアメリカの間で戦いが始まった。この戦争の後、イギリス系がカナダに増え、ロワー,ーカナダとアッパーカナダでそれぞれ反乱が起こったため、両者の連合が行われ、 首都がキングストンに定められた。南北戦争後、カナダ併合論が再燃したアメリカから、植民地を守るため、連邦化が検討されるようになり、1864年10月、ケベックで、ケベック決議が採択され、翌1867年には、カナダ自治療が誕生する。また、西部への開拓が進み、ブリティッシュコロンビア州や大西洋岸の植民地も、 連邦に参加した。ケベック入植400周年を祝うバナー連邦結成後、ノースウエストの反乱に見られるような地域主義の高まり、また、ケベック議会でもイギリスに没収されたイエズス会資産への保証金を認め、ローマ教皇がこれに絡んだことから、国内、州の間に様々な亀裂が生まれた。その後、首相のウィルフリット・ローリエが国内に矛盾を抱えつつも、 妥協策により、イギリスの植民地からの離脱を試みた。その尽力により、すべての植民地がドミニオンと呼ばれることになり、個別海軍の設立が認められた。20世紀に入って移民が増加し、また工業化が進んで、ケベック州もその一端を担ったが、カトリック教会が工業化を好まず、実権はオンタリオ州に握られていた。また、ローリエの退陣により、 それまでの情報策がアメリカ支配にとって変わられていった。第一次大戦後の調世紀を経て自立の道を進むも地域格差が解消されないまま大恐慌第二次大戦に突入し主にヨーロッパに軍や軍艦を派遣したが新珠湾攻撃以降は太平洋岸で危機感が煽られた。そんな中、ケベックで1943年8月の 1> 第1回ケベック会談と1944年9月の第2回ケベック会談の2回にわたる米英首脳会議が開かれ、当時のキング首相も列席するが、ホスト役を務めただけで終わる。第2次大戦後、カナダはアメリカとの緊密度が増した。また、ニューファンドランドが正式に連邦に加盟した。工業化が進む中、静かなる革命が起こる。 戦後の復興から取り残された感のあるケベック州で時の州首相であるジャンルサージにより独自の経済政策や教育改革が起こりフランスナショナリズムが表面化した一方でこのことで州内に亀裂が生まれベトナム戦争をめぐって台米関係も寄進だ1967年モントリオールでカナダ建国100周年を記念したモントリオール 万国博覧会が開かれ、カナダとしての独自性が育まれる一方で、70年代以後、ケベックの主権を唱える声が高まり、ケベック解放戦線による10月危機が発生する。1977年にはフランス語、優先政策である、フランス語検証が発布された。また、カナダ連邦政府は、米価協調路線を再び取るようになり、 ケベック州出身のマルルーニー政権下でアメリカとカナダにメキシコを入れたナフタの調印を見る。その傍ら、ケベックの分離独立運動は解決を見ないまま21世紀に突入することになった。2008年入植400年を祝う記念行事が行われた。2016年の統計によると、祝人口は53万1902人と国内11位であるが、 隣接するレビトを含めた都市圏人口は80万296人とカナダ7番目の規模の都市圏であり、トロント、モントリオール、バンクーバー、オタワ、カルガリー、エドモントンに次いで7番目に大きな都市となっている。1860年代には市内人口の4割が英語話者となっていた時代もあったが、現在ではわずか1.5%に過ぎず、 市民の九十四点六パーセントがフランス語を母語としている都市である。同じケベック州内でも英語も広く使われるモントリオールとは異なる北米で最もフランス色の強い都市となっている。市民のうち英語を理解すことができるのは三分の一程度にとどまり、観光地を除くと英語が通じないことも一般的である。住民はフランス系を中心とした白人が大半を占めているが、 近年はフランス語圏と中南米からの移民を中心に受け入れており、非白人人口の割合は6.4%となっている。アフリカ系人口は2.4%を占めている。欠片の気候区分では寒帯湿潤気候に属する。冬季は非常に寒く雪が多いのが特徴で、4、5月まで雪がちらつくこともある。夏季も湿度が高く雨が多い。 7、8月は1年のうちの最短月である。積雪量は、毎年3.5メートル前後と言われる。ケベックシティの行政区、右から時計回りにボーポール、ラシテリモアル、レ、リビエール、サントフォアシルリー、カップルージュ、ラオート・サンシャルル、シャルルブール2007年12月8日以降の市長は、レジス・ラボームである。立法府である議会は、都市圏、 市、区、地区と小学校高学年の子どもたちによる議会とが設けられている。市議会の議員は28名である。かつては行政区が8あったが、その後6になった。1763年、パリ条約でイギリス植民地となったため、経済圏をイギリス系移民に支配されるようになり、フランス系リートの職業は、医師、弁護士、代庶人の三つにほぼ限られていた。 その後の英仏の対立の中でも、経済的に打弱な地位に甘んじざるを得なかったが、この解決策としての経済自立戦略の一環として、1962年、民間の水力発電会社を買収して、イドロケベックが誕生する。このイドロケベックは、その後のケベック州全体の経済と産業に多いに、ウェイトを占め、ケベックの様々な産業、 ひいては金融機関の設立にも貢献した。また、先端技術部門の開発も可能となった。いわゆるクリーンエネルギー、そして電力輸出、そして電力確保によっての産業発達の効果は大きい。金融機関としては、ケベック貯蓄投資候補が注目される。ケベック市民の年金と公共保険が元手となっている。もともとは、 ケベック州独自の年金計画導入によるものだが、1965年、当時のレスター・ビー・ピアソン首相が認可を出したために、認められた。中央銀行の役割も果たす、この金融機関もまた、ケベックの経済発展に一役買ってきた。また、1977年のフランス語検証による、フランス語のみの公用語化もこれに付随している。しかし、 これにより大手企業がケベック州を離れるというマイナスの側面もあった。2007年現在で同じケベック州のモントリオールは英仏バイリンガルの人口が多いがケベックシティではフランス語人口の方が多く英語を母語とする人口はケベック都市圏の約1.5%である。現在ケベックシティの雇用の大部分は行政機関や公共サービス。 そして旅行業に集中している。州都として地域管理とサービスセンターとしての利益は大きい。州政府はケベックシティで一番の雇用種である2007年時点で27,900人が州政府で仕事をしている。2008年の失業率は4.5%で州の7.3%、カナダ全体での6.6%よりも少ない。他に ハイテク関連の製造業がある。製造業の内訳は、下記の通りである。応用技術関連工学、光通信学、電子工学、ソフトウェア、コンピュータサービス、地理情報学、ビデオゲーム、防衛関連、セキュリティ生命科学、健康科学、栄養学関連バイオテクノロジー、生態医学、医薬品、栄養補助食品、 機能性食品、農業食品加工加工原料関連プラスチック、混合原料、二次木材加工ケベックシティは68万3000人の市場を持つ。これは、ケベック州では第2位、カナダ国内では第7位の規模である。ラバル大学、第二次世界大戦集結後、移民の増加や高学歴化などにより、ケベック州で、 学校教育の改革の必要性が出てくるようになった。カトリック教会の改正要求や教育の機会均等化や世俗化、教育行政や教育税の再検討、教員要請などの報告書をもとに、1960年、抜本的改革のための調査委員会が設立され、1963年には聖職者のもとでカトリックとプロテスタントに分かれていた。 教育の世俗化、一本化が図られた。これにより、ケベック州で全く新しい公立学校制度が誕生した。また、私立学校の補助金制度の見直しも行われた。1977年にはフランス語検証により、公用語がフランス語のみとなったため、英語系学校で学ぶには様々な条件が付けられるようになった。現在、ケベックシティ市内にある大学は、 下記の通りである。これ以外にも市内には、フランソワ・クサビエ・カルノー・カレッジ、メリシー・カレッジがある。またサンルイ・アカデミーをはじめとする、私立学校も6校ある。ケベック州では小学校が6年、普通教育の中等学校が5年で、高校2年の段階で、中等教育が終わる。その後は、セイレップ・セジェップと呼ばれる。 大学進学準備の教育機関があり、一般教養課程2年、または技術者養成目的の技術専門課程3年のいずれかを選ぶ。大学は専門課程のみとなる。ケベックシティにはセジェップドラビティビテミスカマングがある。ケベックの夜景ケベック州議事堂、シャトーフロンテナック、オテルリュー病院、サイン一体性公会協会、ノートルダム大聖堂、ウルスラ会修道院、 ロワイアル広場、旧工地区など、歴史地区も含め、古典的で重厚な建築物が有名である。市内の建築には、11の異なる様式が見られる。クラシカル、リバイバルネオクラシシズムネオゴシックネオ、イタリアンルネッサンスネオフレンチルネッサンスネオ、バロックエクレクティシズムシャトー、スタイルボアールスタイルアール、デコインターナショナルスタイルケベック衆議児童は、 この中のネオフレンチルネッサンス様式の代表格である。四つの翼からなる幅100メートル、高さ52メートルの建築物で1877年から9年間をかけて完成した。プーティン城塞の下、アンティークの店が並ぶ通りを抜けると急行市場がある。ここはファーマーズマーケットでメープルシロップやワインの試食、試飲もできる。フランス文化圏らしく、 フォアグラや様々な野菜もある。伝統料理を出すレストランもある。ケベック開拓時代を思わせる狩りの獲物を使ったミートパイに様々なフルーツのソースをかけたものやメープルタルトなどである。また、ケベック州発祥の料理としてフライドポテトにチーズとグレービーをかけたプーティンがあり、カナダではマクドナルドのメニューにもある人気の食べ物である。 プチシャンプラン地区勝利のノートルダム協会戦場公園ウィンターカーニバルのマスコットボノム観光名所としては次のような場所が挙げられる。世界遺産の史跡は旧市街とローワータウンに多い。旧市街、編集ラシタデルエーフツ7年戦争の最後の舞台であるケベック要塞でディアマン岬の上に立つ。カナダで唯一フランス語で式が行われる第22連隊が駐屯。 英兵交代が有名。ノートルダム大聖堂ケベック大使教座所在地であり、新大陸で最初に建設された聖堂で、フランス統治時代の宝物も数多く保管されている。シャトーフロンテナックセントローレンス側の岸辺の高台にある老舗のホテルで、ケベックシティのランドマーク的存在。ダルム広場旧市街の中心に位置し、サミュエル・ド・シャンプランの像がある。 北米博物館芸術や科学関連の事物を収めた博物館。もともとは1663年に建設されたケベック神学校の建物で、神学校はその後にキュラバル大学となった。ハーバード大学に先立つこと1年の北アメリカ最古の大学である。テラスディ・フランシャ島フロンテナックから始まる板敷きの歩道で約700メートルの距離があり、 総督の散歩道へとつながっている。セントローレンス川周辺や、シャトーフロンテナックを眺めるのに、うってつけの場所である。夏には、大道芸人の芸も披露される。ロワー,ータウン、編集プチシャンプラン地区再行された地区で、石畳の道が続いている。ブティックや、工芸品店、レストランなどが並び、活気のある地区である。 テラスデュ・フランへのケーブルカーも出ている。ロワイアル広場類14世の共造が立つ小さな広場。かつてアビタシオンが建てられ、ケベック入植の石を築いた地である。交易所から後に商業の中心地となった。勝利のノートルダム教会が立つ。文明博物館1988年会館の文化人類学博物館。アッパータウン。 編集ケベック州議児八1886年建築のネオフレンチルネッサンス様式で、戦闘の高さは50メートルである。カナダ史を語る上で不可欠な存在である。戦場公園、アブラハム平原の戦いで知られる、アブラハムの平原がある場所である。今は国立公園となっていて、学問からレジャーまで様々な用途に使用されている。マーテロー等や、 ジャンヌ・ダルク庭園などもある。市の郊外には、オルレアン島やモンモランシー滝、サンタンヌド・ボープレ聖堂がある。ウィンター・カーニバル、編集1894年より続くカーニバル、1955年に、現在のような形になった。毎年2月27日間の日程で行われ、街中が様々なイベントに沸く、オープニングを飾る、雪の彫刻は、 世界中から50近いチームが参加して、自由をテーマに作品を発表する。半ば決票したセントローレンス川で行われる、カヌーレースや犬ぞりレース、イグルーと呼ばれる、イイヌイットの氷の家や氷の城、遊園地もある。また、雪の女王が選ばれ、パレードが行われる。世界最大の冬の祭りとも言われる。 ケベックウィンターカーニバルも参照キャピタルズの試合ケベックの主な道路ケベック橋の入口ビア鉄道パレキフェリートセントローレンス側、ケベックシティを走る主な道路としては、オンタリオ州からモントリオールを経由してつながる40号線、南に伸びる20号線、逆に南から伸びる73号線に、東の方から伸びる138号線がある。この道路は、 ケベック東方のシャルルボワから440号線となり、ケベックシティの中心街を貫いている。また、市内の主な橋には、ケベック橋、ピエール・ラポルド橋、そして、オルレアン島橋がある。市の中心部から、西13キロの地点に、ケベックジャンルサージ国際空港があり、トロントから直行で1時間半、経由便を利用すると2時間10分のフライトである。 オタワからは1時間45分、モントリオールからは45分である。日本からはエアカナダ、ジャル、ANA やアメリカの航空会社の便があるが、直行便はない。ビア鉄道を利用すると、モントリオールから3時間、オタワから7時間、トロントから9時間で着く。ケベックシティの中央駅はパレー駅である。モントリオールから長距離バスを利用すると、約3時間で到着する。 オルレアンエクスプレス、インターカーがある。バス、またはタクシーが中心である。市内バスは RTC によって運行されている。レビをはじめ、市内各所からセントローレンス川の対岸に向かう、フェリーも出ている。また、ベロバスと呼ばれる、自転車を積み込む機能を持つバスもある。かつてトラムが走っていたが廃止されたが、2026年の開通を目指して、 LRT 路線の整備が計画されている。モントリオールからケベックシティへの朝食と昼食付きのクルーズもある。朝にモントリオールを出て夕刻に到着する。公式観光その他。ありがとうございます。